おはようございます、こんにちは、こんばんは。ホームレス冒険家ミッションメンです。ありがとうございます。ということでねついにこの日が来ました。来ましたね。はい、いよいよ、はい、もう僕を、はしごにして2%にたどり着いたということで、はい、ついにね、これ今回2%さんのチャンネルなんですけど、今からミッションメンさんと、山口さんね、ご対面ということで緊張してますけど。緊張しますよ、ね。いや俺もなんか緊張する。だって絵面やばいやん。山口さんと未署名やで、野生感のある映像をね、この2%さんの視聴者さんに今回お届けしようと思うんで、早速行きます。行きます。癖強いっすよ。癖強い。見た目からもう癖の塊っすもんね。ちょっと何言われるか分からへんけど、何言われるか分からへんから、ちょっと怖いですけどね。俺もちゃんと撮れればいいですね。ちゃんと撮りたい。面白くね、ミショメンさんの魅力と、ね、合わせて山口さんといつものチカ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 カメラマンは清野くんです、はい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ちょっとほんまに異色のコラボ。そうっすね、まあ、ケープは僕近いかなと思うんですけどね。俺も近いと思うんですよ。もう見てる限り どっちもジャンキーじゃないですか、ジャンキーそうですね、ジャンキーな2人だって、仲良くなるかバチバチになるか、どっちかですね。行きましょう行きましょう。これですね、行きましょう。行ってから考えましょう。もうすぐ近くなんで。あ、本当ですか。はい、行きましょう。はい、行きましょう。ジュメン TV 2%アメモードブルクヒーメン。はい、到着しました。こうでしたっけ。こんな感じでね。あ、違いましたっけ。繋がりがバイクできたから。すいません、バイクできた。来ましたね。来ました、2%。見たことありますよ、これ。この感じ、この感じね。でもミショメンさんね、今シルクロード開通しようということで、はい、広島までね、関東から広島までルートっていうことなんですけど、まあ、滋賀は押さえとかないと。滋賀を抜けて初めて開通するよということ。そうですね、関所みたいなもん、関所みたいなもん関所みたいなやばいやつって聞いてます。相当ね、行きましょう行きましょう、今回ね。ジョジリーズ、あ、多分ジョジリーズポーン一番濃いから。俺も緊張してそんな出せなかったの。いきなり突撃しましょう。はい、いました。こんにちは。こんにちは。はじめまして、ミショメンです。あ、やっぱほんまにハゲなのよ。ちょっとハゲなのよ。早い来ましたね、お会いできました。ありがとうございます。はい、なんか今日はいきなりすぎるよね。いや、そうっすよね、すいません、本当に。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ミショメンです。はい、ありがとうございます。すいませんかね。ありがとうございます。どうしていきましょう。ただ一個あれなんですよ。はい、あのミショメンさん、なんかたまにおすすめとかで上がってくるんですけど、ちょっと文句言われる空気出てるな、これ。何いきなり。お願いします。サムネがちょっとイラつきすぎてこれ絶対見んとこうって思ったんですよね。マジですか。マジです。失礼な人っすね。あかんねん、あかんねん。あの、ちょっと編集のうまいことするから。視聴者さん、びっくりすぎや。びっくりすぎや。そうですよね。めっちゃ押したなるけど、ちょっと我慢してください。多分おもろいぞ、これって。は思ってたんですよ。正直、来てくれはるってなったら、動画ちょっといっぱい見て、下調べっていうかね、会話のあれに。したかったところなんですけど、やっぱ見んとこうと思って、やっぱ見んとこうと思って2本半ぐらいだけど、2本半3本たどり着けず、たどり着けずお腹いっぱいになっちゃいました。そうですね。YouTube チャンネル登録者数どれくらいですか。2万3、4千とか。俺の方が上か。腹立つな。サムネよりイラつきますか。ミショメン TV 2%アメモードブログ。いいね。で、今日バイクで。はい。これ。巷にダサいカフェレーサーが多すぎるって。いやいや、巷で。おっしゃられてた。ダサいとまでは言ってないですけどね。はい。
これですね。いいバイクですね。いいバイクですね。ありがとうございます。うん。オフタイヤ乗りにくくないね。乗りにくくないですね。あ、でもずっとこれだから。いや、いい感じで、うん。だいぶボロボロになってきちゃった。うん。クラッチ重っ。クラッチ、そう。クラッチめちゃくちゃ重いですね。なんで重いんですか？整備してないから。でもせっかくやし、じゃあ今日ちょっと、うん、あの来てくれはったお礼にクラッチだけ、うん、さらっと整備してみましょうか。いきなりメカニックの差がかなんかでちょっと気持ちよくしたいんです。イラつくんすか？イラつく。でも悪いっすよ。いや悪いっすよ。いや全然今度はすぐ終わるから、うん、疲れると思うし、これまさかグッサンが整備してくれるとはね。グッサン初対面やで。ちょっと厚かましいけどなかなかのクセモノでパンチ持ってらっしゃいますね、ハードパンチをけどいい人っすね、感じました。一言目でもう分かり合いました。初めまして、三島です。あ、やっぱほんまにハゲなのよこれは全然分かり合ってるつもりないけど、まだこれから整備させんで重いよな、直すっすわ。ちょっとフレームちょん切られるかもしれないですめちゃちょん切る人ですか、この人。めちゃ怖い人じゃないですか。フォーク伸ばす、フォーク伸ばす、ここもここもっつってどんどんエスカレートしていくタイプですね。そうそうそこを外した。全部解体されるみたいになるんですか？大丈夫ですか？なんかバランしようかな、なんか外してるもん、ね、ここからグリスが、うん、すごっ、今出てきたんですけど、うん、はい、もう一回ちょっとじゃあ、おぉ、こんな感じで、これでグリスが通ったんですよ。はい、喋ってた方がいいですか？あ、喋ってもいいですよ。真剣に見ちゃってます。作業になると。これは素人でもできる範囲できるんですね、ケースの。こんなの、うん、もうクラッチが潰れてるけど調整できる範囲で、はい、本当は中、インナーバラして交換なんやけど、はい、これでも随分軽くなってる。やば。全然違うじゃないですか。でも本当は、うん、中がもうちょっと元気ならもっと軽くなる。え、そうなの、うん、クラッチ潰れてるってこと？喋るともっこなるんですけど、うん、クラッチの中身が減ってるんですよ。ちょっと難しい。中身ちょっとクラッチの中身って何ですか？ここまではクラッチを操作するためのもの、操作するためのものはいい動きを指してるけど、今で指したけど操作される中身の方がもう減りきってるから。そういうことだから、ちょっとエンジンの向こう側をバラしたりしんと、はい、もうこれ以上は直らないですよっていう感じ、はいはいはい、指2本で切れるぐらいには。あ、マジですか？うん、なると思う。こういうもんだって諦めてました。やっぱ中が疲れすぎてる。うん、うん、もっと本当は軽くなるけどね。はい、ありがとうございます。いいね。あとこれ動画関係ないけど、あとエンジンの音ひどい。エンジンの音、うん、ひどい。結構異音になってるなと思って。マジですか？うん、そうなると、そうなるとエンジン潰れる。マジですか？うん。時間の問題？もうすでに潰れ始めてるけど、どう思うせの？まあ、すごいいい音出したこれはもう、要整備っすね。潰れ方って松竹梅やって、
まあ1段階2段階3段階目まで潰れてることがあるけど、でも2か3まで潰れてるかっていうのは1段階目の作業をしなきゃ分かんないんですよ。まあせっかくやしな、ちょっとサクッとやってあげる。あ、終わりました。15分で終わるから。でもいいっすか。いいっすよ。ちょっとうちの若い皆さんのお手伝わせます。 あれお前12どこやってんの。しかもこのなんかセンサーみたいなやつ、あこれ通りぶっ壊れて、あネジ外れて中にぶつけたんすよ。あなるほど。それ取っちゃいたいですけど取れます。ちょうど近い場所やし、うん、やっちゃいます。おねだりしてくれ。いけるかなっていうところで、ね、甘えもだね。やっぱね成功なんで。一気にバキャが動き始めた。すごい。こんなお前贅沢なことないぞ。ピットインしてるみたいになって F1 のピットイン状態。うん、これアムさんに聞いたけど、スーパーセンターがバイクもう2年待ちとか、ああそんなんすね。そんな中申し訳ない、フラッグが男気がすごい。おやばここなんで、ああね、バイク 2,3 台買ってこうかな。バイク 2,3 台買ってこうかな。バイク 2,3 台買ってこうかな。金なかった。ホームレスホームレス冒険家未正面です。ありがとうございます。すいません、お金貯まったら視聴者から集めようかね。そうだね。スーパーの視聴者さん。なんだっけ。この後ね、早くキャンプ行きたいですね。あ、そうだね。なんかすぐ終わるって言ってたけど飲み落ちてる。え、若い衆に勝てこさす。そうね、ちょっと、うん、こんだけ待たされちゃうね。ちょっと、うん、日暮れちゃうよ、うん、もうだいぶ下がってきたんだな。うん、困ったな。うん、次の予定あるんだっつうの。忙しいよお前も。うん、軸分単位で生きてるじゃん。うん、でも暇じゃん俺ら。そうだね。うん、何見てこれがって言われても、うん、何一つ分かんねえんだろ。分かんない。ジュメン TV、スーパーセンター、アメモトブログ、ヘイメリア。そういう整備も普通にやるんですか。あ、もちろん。あ、そうなんです。カスタムよりやっぱ乗ってもらうのが優先やから。あ、そうなんですね。うん、ちょっと標準プロが6番、こっち7番。はい、7番にしとくす。熱持つようになってるから、はい、こっちの方がいいっす、絶対。へー、ありがとうございます。後で高額請求来るかもしれないです。え、もしかして。急いで逃げるか。なんか北海道で、うん、バイク直してましたよね。バラスだ。めちゃめちゃ解体してましたよ。解体解体。え、あれもいけると思ったんですか。え、まあバラしたらなんとかなるかなと思ったけど、うん、まあいけたなんとか。ほんまになんとか。え、おもろいですよね。うん、すごい。いや、ほんまやりたくないですよ。まだ全然あかん。でもだいぶ静かにはやったけど、違い分かる？音の違い。いやと部品変えて、うん、1段階目は完全まともな状態やけど、はい、でも2段階目3段階目が多分もう減ってるから、うん、そういうことですよね。うん、うん、でもまあ一応バイク屋がこれ言っちゃダメだけど、はい、ちゃんとオイル交換これからまめにしてりゃあんまりひどくはなりにくい。あ、そうなんですか。うん、へー、それで多分、はい、本当はバラして直した方がいいけど、はい、ただ走ってていきなりロックするとか絶対ないから、ここが原因で今は音が出て本来の性能とかちゃんと出てませんよっていうぐらいの状態、はい、でも普通には走れるしこんぐらいやったら、はい、うん、別にあれこのバイク潰れてんじゃないかっていう走り方しないと思うから、はい、うん、まあまあ一旦こんぐらいでって。ありがとうございます。あ、ほんまに跳ねてる。はい、ということで、はい、ね、直してもらいました。はい、やってもらいました。すいません、本当にっていう感じで。どこ直してもらったんでしたっけ。
で、ちょっとよくわかんないですけど、はいはい、この辺なんかいじってましたね。この辺ね、この管とここ開けてましたもんね。開けてましたね。絶対開けちゃいけないです、ここ戻せなくなっちゃうんだ。ここやってもらって、あとエンジンの音が、あ、エンジンの音ね、はい、なんか悪いって言われて、分かんなかったです、全く。試乗してもらえますか。そうです ね、ちょっとね、ちょっとぐるっと回ってきちゃっていいですか。はい、今のからもう違うんですか。あ、違う、うん、あるキックからキックの調整してくれたの。どうでした。はっきり言っていいですか。マジでいい感じっす。マジで、あの、マジでいい感じでした。ちょっと乗る前は、いや、せっかく一生懸命やってくれて、でも俺そういうの絶対わかんないんだよなみたいな思ってたんですけど、マジでいい感じ。まあそんな感じでご来店わざわざ来てもらってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと触らせて。そろそろ触ります。うん、触る。うわ、気持ちいい。トゥルトゥルですか。うん、ツルツル。ありがとうございます。え、朝剃ったんで。そうです。やっぱりセパさんに会いに来るということで、うん、清めないと。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかいろいろやってもらって。いやいやいや、感謝です。お安いからね。はいはい。そんな感じで、ちょっと行きます。走りに。あ、ぜひぜひ。じゃあ走りに行くのは、はい、もう一台コラボの、はい、アムさん。はいはいはい。アムモトブログチャンネルさんで、はい、見てみましょうか。はい、いいですね。うん、アムさんに続きます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。締めは最後のいいアイデアあるんですか。何？ヨメンっていうやつがあるんです。私たちの挨拶。ダメ。いやいや、そこはやっぱり、うん、そういうキャラちゃうやん。ヨメンってやる。グーを出すってことや。ヨメン。はい、そうです。はい、っすね。これ何やったっけ？あれ何ロックやったっけ？新ロック？新ロックどれやったっけ？これでいこうかな。いや、かんあいつしか喜ばへん。じゃあみんなね、はい、はい、いいですか、うん、お手を拝借で、はい、せーの、ヨーメン。あ、こんなすんの。こんなのちょっと最初に。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。整備してる間にジョジリーさんとミショメンさんで、はい、サボってタバコ吸ってるところ撮っていいですか。あ、今。そうそうそう、ちょっと待って、手ぶでしいじゃないし、これ手ぶでしい感じで。スーパーのファンに嫌われるよ、誰。やっぱりしょうもねえやつだね。この後ね、早くキャンプ行きたいっすね。あ、そうだね、キャンプね。あ、楽しみ、うん、でも暇じゃん、俺ら。そうだね、うん、何見て、俺がって言われても、うん、何とつわかんねえんだ。わかんない。オッケーオッケー、はい、うん、こんな感じです。ちょっとやりすぎ。アムさんに言わされてます。僕の本心は一つも入ってません。楽しみにして。